店山ってなんなん、解説お願いします。これみんな好き。僕はまあまあ。 M1 最終決戦のさやかさんのネタやな。プルーブクラススタート。見るの、ミニひらがなのせに算数の算で、見せ算。計算方法は数字と数字を見せ合った時にどういう計算方法か意味で、計算方法として1見せ1の眼は0、眼は見せ算の答えの名称。接眼レンズのやつ、1が1を見たらどう思うか、1が1を見たら全く同じやつでびっくりするよね。これがフェルミ粒子だった場合、同じ粒子が同じ量子状態を取ろうとしていると、これはパウリの排他率的にまずい。なのでお互いに離れていくと0。基本ルールその2、1見せ2の眼は2、小さい方が大きい方を見る。子は怖いから小さい方が立ち去る、だから眼は大きい方になる。まずこれが基本編。応用編は2見せ5、これはどうなる。デジタル数字で反転しているので、お互い近づき11まで来た段階でよく見たら違くねとなった子がびっくりして持ってた関数電卓落とした。地面に突き刺さって小数点になる。よって2見せ5の眼は 1.1 となる。じゃあ問題、8見せ3は、コメント欄でいろいろつぶやいてみて。